はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三、複素数と三角形丸一をお送りします。で、タイトル変わりましたのでポイント多めです。で、ポイント3つに問題1問、計4問ありますので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらった後に分かんないのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ複素数平面の続きなので、まあ複素数平面ね、考えていくんですが、大きく分けて上の2行と下の3行、まあ2つ覚えるっていう感じで思ってください。で、まず上に関しては2点 PQ の話です。で、まあ P と Q っていう2点があった時に、その半直線 PQと実軸の正の向きとなす角を θとすると、ホニャララが成り立つというものが書いてあります。で、先に答え書いてしまうと、これアーギュメント使います。で、アーギュメントの β マイナス α です。で、これ何を表してるかっていうと、ざっくり右下いけるかな、ちょっと簡単に書きますね。まあ実軸と距軸あるときに、まあ PQ なんで、どうしようかな。じゃあここにまあ P にして、どうしよう、この辺に Q にしようか。で、半直線 PQ なんで、まあ、この、こういう感じで、ね、半直線なんで、P の方は止まるけど、Q は突き抜ける感じ。半直線 PQ と、実軸の正の向きっていうのは、これね、ここ。こっち向きなんで、まあ、ここに平行な線持っていくと分かりやすいです。こういう感じ。の、なす角だから、ここが θなんです。で、そいつを、アーギュメント、β マイナス α。で、これね、覚え方としては PQ ですよね。それを後ろからです。こっち引くこっちするって覚えておくといい。今 Q が β で P が α 表してるので、まあ、PQ だったら後ろから前を引くというふうに覚えてください。で、これはここが成り立つのはね、こうやって平行四辺形作ってってできるんですけど、ちょっとこれ省略します、それに関してはね。で、もう一個下の3行の方が今度3点 PQR ですね。で、それぞれが α、β、γ 表してるときに、各 QPR っていうのは、これが成り立ちます。さっきと同じように考えると、こうね。で、これに関しても、覚え方としては、PQ 分の PR、各 QPR してるときね。まあ、QPR なんて、こういう順番で書くんですけど、PQ 分の PR ってなってます。で、PQ がさっきと同じ、後ろから引くんで、Q が β、P が α だから β-α。こっちは R が γ ですね。で、P が α になってるんで、γ-α が分子に来ると。まあ、PQR 表したいんだったら。あ、これ QPR だね。QPR を表したいんだったら、そうだね。そうなります。で、これの大事なのは、その3点、3つの点が PQR ね。一直線上にあるときっていうのは、そこのアーギュメントの中身ですね。ベータマイナスアルファ、分のガンママイナスアルファの部分が、ここは実数になります。実数。つまり、i がつかないっていうことね。実数だから。i がなくなると。で、もう一個、二直線。まあ、PQ と PR って。まあ、例えば、PQ ここにあるから、PR この辺に持ってこようか。こうね。うん、曲がったね。ちょっとごめん、こっちにして、こう。この PQ っていうのと PR っていう直線が垂直。こうやってね。に交わるときは、そのアーギュメントの中身、β-α 分の γ-α が、上は実数だったんですけど、下は準虚数になります。準虚数。つまり i の部分しかないっていうこと。普通、なんだ、複素数表すときっていうのは、例えば、3プラス 2i みたいな。こんな感じで表しますよね。でも、実数になるっていうのはどういうことかっていうのは、ここがないんです。つまり、ここが0になればいい。言ってしまえばね。で、準虚数っていうのは i しか残っちゃいけないんで、戻します。こうなったときに、こっちがなくなる。つまり、この部分が0になればいい。っていうのが準虚数っていう風になります。で、今回下の問題に関しては上の2行の問題をやるんですけど、次回の動画でこの下の3行のこの部分使った問題やりますので、今ここでね、ちょっと問題は
次回になってしまうんですが、覚えておいてください。まあ、今回覚えてほしいのはこの2つですね、大きく分けて。では上の部分ね、使った問題やっていきましょう。今複素数 PQ があって、それぞれがまあルート3プラス i と 4y を表していると。でこの時半直線 PQ が実軸の正の向きとなす角を求めよう。まあ、つまりこの部分ですね、 PQ が実軸の正の向きとなす角を求めよう、θ ですね。だからまあこのままいきます。 θ イコールで、アーギュメント。で、PQ、後ろから前を引かなきゃいけないんで、4y からこれを引くから、まあ本当はカッコつけた方がいいんですけどね、ルート3、まあマイナス i とこうします。で、この中身計算すると、アーギュメント、マイナスルート3、プラス 3i となります。つまり、この複素数、マイナスルート3、プラス 3i、こいつの角度、アーギュメント角度だからね、を求めてねって言われてる。じゃあこれが何度の位置にあるのかっていうのを考えると、まあ前ねやってきましたけど、ルート3と3ですねの時、まあ、ルート3対3を考えた時は両辺、両辺じゃねえや、両方ルート3で割るとまあ分かりやすいです、個人的には。でルート3割るとこっち1ですよね。でこれ3をルート3で割ったらルート3なんですよ。なぜかって3はルート3かけるルート3なので、ルート3で割れば1個消えるからね。つまりこういう風に持ってこれる。で今こっちマイナスついてるから、まあこんな感じです。マイナス1対ルート3。じゃあそれがどの位置にあるのかって考えると、マイナス1ルート3、まあ1対ルート3なのでこの位置ですよね、1ルート3だから。つまりここ何度かっていうと、ここ120度のポジションは、まあ、やったやつですね。120度のポジションにいますと。だから、あと120度を π で表す必要があるので、下に180つけて、こうやって直す。で、両辺じゃねえや。分母と分子を60で約分すると、答え。3分の 2π と。こういう風に出すことができます。まあ、こんな感じでね、ぜひ使ってみてください。では今回は高校数学の数三複素数と三角形丸一をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で途中にも話しましたが、次回でこの3行分の問題演習やっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。